ということで、月見のトイレ77話フルエピ版の謎を解明していこう。イエーイ、タイテル先輩帰ってきてくださいさあ、昨日本家月見のトイレ77話のフルエピ版がようやく公開されまして、まさかのラストでタイテル先輩がアストロに先導されるという衝撃的な展開。またね、いろいろ謎がいっぱいあったわけよ。てことで、今日はね、私、海外の YouTuber さんとかのね、いろいろ情報を仕入れてきましたので、そちらをすべてまるっと解説していきたいのと、あともう一つね、昨日の生配信の中で、ちょっとまた面白い考察というか、展開予想みたいなのも生まれたので、その辺も含めて今日は話していきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。今、チャンネル登録者3級目に目指してるので、スケベデイトイレが好きな方、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お願いございブルブル公式スタンプ発売中、みんな買ってくれよな。では、いろいろね、話したいこともいっぱいあるので、とりあえずね、追加シーン冒頭から見ていきましょう。まずね、初っ端からびっくりしたな。いきなり追加シーンが来るとはってことで、はい、まずね、ここが場所がついに明かされましたということで、ニュージーランドですね。で、もうみんなこれ映像ね、リーク画像にもあったからわかる通り、カメラマン軍基地、50話に出てきたカメラマン軍基地やね。で、ちょっとここで小ネタやねんけど、まず一つね、ここにね、ジョーカースケビデトイレがいます。で、その後もう一個、これ見て、ここに、ゴーストライダースケビデトイレもいると。で、真ん中にいるスケビデトイレとか、他ね、カメラマンとかは76話に出てきたキャラとかもいっぱいいるということで、ちょっとこの辺はね、もう触れ出すとキリがないっていうので、まあざっくりね、そんな感じで、はい、で、これびっくりしたな。はい、出ました。前さ、ミュータントウーマンは出てきてたけど、またこれ別キャラやんな。新たなキャラクターも出てきたと。で、ちなみに奥のコンテナに座ってるこのカメラマンは、黄色のスーツ着てるから、75話の視点になってたカメラマンやね。ってことはこれ、75話と76話のキャラたちは、全員合流したって感じやな。はい、ここにおんのな。はい。で、このメンバーは、右側に両腕のないカメラマンがおるから、まあ、76話でなんとか生き延びたカメラマンたちって感じかな。はいはいはい。そんで、さて兄弟と。まあまあ、共闘はね、始まるよと。で、右側から首グイーン出してきてるトイレがおると。はい。で、これまずな、タイテレ先輩のセリフな。なぜ俺たちは、ジーマンとかと共闘せなあかんねんっていう話で、サイエンティストテレビマンが、いやいやと、我々生き残るためには、アストロたちを倒すためには、ジーマンたちと一回話し合う必要があるっていうのを言ってんのよな。ちょっとここのな、会話が、タイテレ先輩とサイエンティストテレビマンが声似すぎててさ、どっちが喋ってるかわからへんから、まあ、またこの辺は明日出すアフレコ動画で、ちょっと補填させてもらいますわ。まあ、ざっくり言うと、タイテレ先輩は、トイレどもとの共闘に反対してると。でも、サイエンティストテレビマンは、共闘せなアストロどもには勝たれへんと。まあ、そういう会話をしてるってことやな。はい。で、ちなみにやけど、今、この流れてる映像は、この後出てくるタイテレ先輩が、タブレットで、カメラマンの映像を共有して見てるって感じやね。だから、こう、いろんなところに、場面が映ったりしてたと。いうことでね。はい、アストロにやられて。で、この後が歌舞伎町これすごいよな、侍で、これさ、大阪って書いてやんねんけど、場所がっつり歌舞伎町って書いて東京なんよ。ちょっとダマックさんはい、歌舞伎町は東京よ。まあまあまあ、そこはね。はい、で、以前と同じように、より多くのサンプルを取得して、我々の武器として使わないわ。で、ここ大事やな。私たち、ここに、タイテレ先輩テレビマンチームのアジトが地下にあると。でも、アストロたちに見つかったら、この場所が見つかったら、もうテクノロジーが奪われて私たちの世界は終わると。言うたら、はい、で、これがカナダって書いてあるな。ほんなら、これタイテレ先輩かな。何を言うてんねんと。もうすでに俺らの世界は終わってしまってると。もう彼ら、アストロたちに乗っ取られてしまったっていう。はい。で、こっから、はい、この映像に変わりのやな。これが、前回ショート動画で流れとった映像やな。まあ、彼らは彼らの導きを失いました。まあ、カメラマンたちのことかな。はい。で、ちなみにこれ、ショート動画ではよく見えてなかったんやけど、奥に、ラジテレ先輩かな。アストロアップグレードが終わってるラジテレ先輩かな。がいますと。はい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 。で、まあ進歩を遂げるのは犠牲が必要やから、カメラマンたちは犠牲にするしかないと。で、今、スピーカーマンたちが今、アップグレードしてるところやからっていうな。あ、これ議長たちというのは、スピーカーマンチームってことな。で、彼らは必ずやってきますと。それまでの時間稼ぎが必要と。そうそう。そう、だからこれが結局やけど、このタイテレ先輩の計画っていうのは、アストロたちの武器を入手することやったってことやな。サンプルがもっと必要って言ってたから。で、今日で全てが変わるということで、ちょっともうバババババーって説明しながら言ったけど、まあまあ前半はこんな感じかな。はい、じゃあ次後半の方行きましょう。こっからね、いろいろね、あるのよ。はい。まず、まあ、ワープして、こっから、視点はテレビダディに変わってんのかな。はい、なんで残ったのと。もっと早く帰ってこいよって言ったら、はい、無事にジャガーノートの、はい、ジャガーノートの、武器を入手しましたと。これ、鳥肌だったよな、ここゲートが、閉まりません。これは鳥肌だったわ。はい、こっからやね、ちょっといろいろ話していくで。まずこれなんでゲートが閉まらへんかったかっていうとこやねんけど、はい、これね、ここはな、ちょっと何かはわからへんねんけど、アサイラントが、なんか赤色の煙出してんのよな。ヘルメットの真ん中が光ってるから、これがなんか意味あるんかもしれへんねんけど、とりあえず、アストロチームは、テレビマンチームのワープ能力をすでに攻略してるってことやな。これを出すことによって、ゲートが閉まらんで、これよなんでダッチェス体ついてんのいうことで、まあまあもうでもタイタン化みたいなもんよな。で、これ引っ張り出されんのよな。で、これさ、この、ダッチェス、これやばいな、これ。引っ張り出されるの。これなんて言ってんねやろ。ここ、後で字幕出たっけ、これ。はい、で、どんどんこうな、アストロたちが流れ込んでくると。はい、テレビダディね。えぐいよな、このアストロをさ、こんな距離で見たこともないよな。はい、この辺は特になかったかな。そうそうそう。で、この後やな。はい、これ、はい、燃やされんのよな。すごいよな。これすごいな。はい、で、この後ぐらいかな。なんか追跡装置とか言ってたな。これは、追跡装置を動かすことができません。これは何のことや？ちょっとよくわからんかってんけど。追跡装置、ちょっと分かる方いたら教えてください。追跡装置って何やろ。はい。で、ここね。これはい。これ奥側にいるラージカメラマンは、77話で今まで視点になってたカメラマンかな。で、パート3でカメラウーマンがさ、テレビウーマンと一緒にワープしててんけど、ここにはカメラウーマンはいなさそうやな。だからまた別のところにワープしたのかっていうとこで。で、あともう一個さ、この右端にいるテレビマン、このテレビマンがなんか不吉な笑みずっと浮かべてんのよ。ちょっと注目しといて。このテレビマンよくわからへんのよ。はい。で、ここがあれな。テレビマンたちの基地があるところで、マザーシップに、バカーンだ！いや、今見ても鳥肌立つわ、これ。はい。で、今地下におんのよね、テレビマンたちが。だから、早急にワープするぞと。ね。はい、見てほら！またあのテレビマン笑ってんねん。そう。で、これさ、これやねんけど、テレビマンたちのアジトで4箇所移動できる場所があるっぽいよな。今回は雪山におったから白色のとこに針が刺してたんよ。この後、プリズンみたいな刑務所っていうところに行っててんけど、その場所が次移動しようとしてるこの黒の場所を表してるやと思うわ。だから、あと2箇所、どこかにテレビマンたちが移動できるワープ先があるっていう感じかな。はい。で、一番の謎！この後よ、一番の謎！ここがな、はい、また笑ってんねん、このテレビマン。謎。で、はい、ここね。ちょっとまずみんな。聞いて。なんか喋り声聞こえるのよな。これ。ここね。はい、ちょっと止めるで。で、これが、まずみんなももう分かってると思うけど、このおっさんはサイエンティストテレビマンの人間時代やと。さっきね、これなんか喋ってるんじゃないかって言っててんけど、エリートカメラマンさんが、いろんな視聴者さんとかからのコメントを見ながら、なんて言ってるかっていうのを予想したらしいんよ。ちょっとね、一回、そこをね、みんなに見てもらいたいので、一度この映像をご覧ください。言ってるんじゃないかって予想したみたいなんよ。まあ、確かに言われてみれば聞こえてくるし、なんとなく内容もこの物語に適してるような気すんだよな。今、女性の声と、あと男性の声での会話やってんけど、男性の声は、まあ、間違いなくサイエンティストテレビマンやと思うねんけど、じゃあ女性の声、誰やねんと。で、ダディっていうのはお父さんっていうことを言ってたから、サイエンティストテレビマンの娘に当たると思うねんけど、こっからなんよね。まず、この右側にある写真だね。この写真をさらに明るくしてちょっとでも見やすくしたのがこちら。なんとなくサイエンティストテレビマンよりも身長が小さい人が立ってるからちょっと娘っぽい感じかなと思ったんよ。この後にな、一個これ伏線なんじゃないかなっていう映像があんのよ。それを見てもらいたい。はい、まあこれ振り向くよな。で、左側にテレビやったりとかな、したわけやねんけど、はい、それもちょっとなんか怪しいよな。はい、で、この後ね、まあ、一回また場面が、現実に戻るというか、まあ、これが回想なんかどうかもちょっと怪しいねんけど、はい、これはまず移動先やね。ここに移動しましたと。はい、多分この地下に、ね、テレビマンたちがいるっていうことで、はい、これやねん。見てこのシーン、なんかさ、この映像で止まるの怪しくない？この二人だけをフューチャーしてるってことは、これね、私的にはよ、サイエンティストテレビマンの娘がテレビウーマンやったんちゃうかなと思うよ。だからさっきの写真立てに写ってたのは、サイエンティストテレビマンと、その娘のまだ子供時代のテレビウーマンみたいな。で、その女性の声で、ごめんなさいお父さんと。ってことは、このスケビリトイレのウイルスに関して、一番知ってる上に、先般、この事態を引き起こした犯人は、実はサイエンティストテレビマンと、その娘テレビウーマンじゃないかっていう説が今出ております。この二人のさ、並びが結構長いことフューチャーされんのよ。で、しかもここで物語が終わるということで、はい。ちょっとまずね、そこをみんなに伝えたかったと。で、この後、もう一個ね、はい、ダッチさんのリーク画像にあった、ムチみたいなを使っておりますと。私を傷つけにはそれ以上の時間がかかると。はい、アサイランドね。ほんの始まりにしか過ぎひんと。ダッチェス美人やなはい、出ました。これが未だ何かわからへんな。これがさ、意志を持ってんのかもわからへんだよな。なんか叫んでるようにも聞こえるし。これがさ、これがアストロデューク説みたいなのもあるけど、なんかでも違うような気するよな、多分。はい、これね。はい、ちょっとまたここでお話があるのよ。あなたの新しい主人に使えてください。破滅の監視者。ちょっとここ、破滅の監視者っていうのよくわからへんねんけど、ここに関してやねんけど、まずね、何から話すかな。ちょっとこの写真見て。これが74話でテレビダディがね、見つけた G 版のアストロ時代の写真やねんけど、その G 版の胸元にも、なんかこの洗脳されたタイテレ先輩と同じようなコアがついてんのよな。そこで今言われてんのが、実はアストロ時代の G マンもこのタイテレ先輩みたいな感じで洗脳されてたんじゃないかって言われてんのよ。でもそう、洗脳されてるにしてはさ、指揮官って言われてたりとかさ、ちょっと立場上すぎひんみたいなとこもあるやんか。だからちょっとここはな、三角やねんけど、まあまあ今でもそういう話も出てると。で、あともう一個ね、これ展開予想に関する話やねんけど、プルルの動画を見てくれてる視聴者さんとの考察というか展開予想やねんけど、今、アライアンス側に残されてるのは、まずはタイタンスピーカーマン、タイスピ先輩、タイカメ先輩がちょっと安否分からへんから一旦まだ出てこへんとして、もう一人強いキャラがいるとしたら G マンなんよ。G マンとタイスピ先輩が共闘してアストロたちに立ち向かっていくっていうストーリーは予想できると思うねん。そこでよ、G マンとタイスピ先輩がタイデレ先輩を救い出すために戦うってなるとするやん。この展開みんなどっかで見たことあるやろ。そう、これがね、47話のオマージュになるんじゃないかって予想してるんよ。前回は普通に敵キャラとしての G マンと、んで、洗脳されてるタイスピ先輩 VS 正義のヒーロータイテレ先輩っていう戦いやってんけど、今回は正義側に G マンとタイスピ先輩で、洗脳されてるタイテレ先輩が敵になるっていうことで、47とは真逆の展開がこの先起きるんじゃないかっていう話が出てんのよ。47話でタイスピ先輩がさ、タイテレ先輩の顔バーン刺したやんか。その後になんかちょっと伏線かのようにタイテレ先輩がもう俺の顔ナイフで刺すなよって一回言ってるやんか。それの振りが効いてて、そのタイテレ先輩奪還戦の中でタイスピ先輩が洗脳されてるタイテレ先輩の顔をぶさって刺すシーンがあるんじゃないかって予想してんのよ。ダファックさんってそういうオマージュとかもいっぱい入れてくれるから、今後それが起きるんじゃないかと予想しております。はい、ってことでね、このタイテレ先輩の洗脳、じゃあ最終どう解くねんっていうところで、パラサイトトイレがいつも洗脳してるみたいに、このタイテレ先輩の体の中に入り込んで洗脳解除するのか、72話で G マンがディテーナーストロトイレに使って、あの謎のエネルギー玉あれを使って解除するのか、これどう今後戦っていくんかっていうところ気になりますなぁ。はい、で最後にね、はい最後で最後これちょっと最後の考察というか、今言われてんねんけど、これ一瞬だけね、ほら、このカメラオフラインの文字が、ちょっとこう緑が入ってんのよ、ちょいちょい。もしかしたら、こっからエージェントが、ついに、本格的に介入してくるんじゃないかって言われてるみたい。さあ、こっから次、シーズン25まとめが来まして、そっから78話が進んでいくということなんですけれども、どんなストーリーになっていくのでしょうか。はい、今回の考察以上でございます。ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、がっつりめちゃめちゃ喋って考察させていただきましたけれども、まあ、これどうなるのかっていうところやね。ちょっと一気にバーっと解説していったものの、抜けてるところとかもいっぱいあると思いますのでね、その辺はぜひみんな気づいたとこあれば、コメント欄にガンガン書いていってください。はい、ということでね、次シーズン25かな、投稿され次第すぐまた実況、考察していきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。